左手を下にしないからちょっと利口じゃないんですね。このまま口を開ける。あと押し込みからね。こういう感じで背骨を開く。背骨沿いの肩甲骨に対して当てる。押していくと分かると思うんですよね。あの左耳下の下にした方がピタッと入るんで、はい、ちょっと耳下を下にした方がピタッと、これも